ヤフオクで購入した川崎のバイク、ZR7S です。一応、走れる状態ではあるのですが、どうもエンジンから変な音がします。今回の動画では、エンジンからカタカタと音が出ているのを修理していきます。何か部品が緩んでいるようなカタカタ音が下の方からする気がします。ジェネレーターのカバーを外してみます。カバーは前の持ち主がシルバーに塗装したようですが、ハケで塗ったのか、とても汚い仕上がりなのが気になります。ジェネレーターカバーが外れ、その裏側を見て音の原因が分かりました。ジェネレーターを固定している3本のボルトのうち1本の頭がなくなっています。音の原因は分かりましたが、頭がなくなっているボルトを抜き取り、新しいボルトに交換しないといけません。ジェネレーターを取り外すため、残り2本のボルトを緩めます。結構、固く止まっています。配線を止めているプラスネジ2本を外しますが、固く止まっており、普通のドライバーでは緩まなさそうです。インパクトドライバーで叩いて緩めます。横着して変な姿勢で作業したこともあり、片側は頭のプラスを舐めてしまいました。ドリルで揉み出します。頭の部分をドリルで削り取ってしまう作業です。エンジン音の原因であった頭のない途中で折れたボルトをバイスレンチでつかみ、緩める方向に回します。全く緩みません。キャンプ用のバーナーで熱します。鉄とアルミでは熱膨張の具合が異なり、このように熱することで緩みやすくなります。折れたボルトが徐々に細く削れていくだけで、びくとも緩みません。鉄ハンマーで衝撃を与えたり、ラスペネを吹いてみます。何をしても緩む気がしません。今日は一旦諦めます。古いエンジンオイルに1週間つけ置きしておきます。1週間経ちました。バイスプライヤーを2本が消し、鉄ハンマーで思いっきりぶったたきます。緩みました。ただ、ハケ塗りされていた塗料がバーナーで焼けてしまっています。カバーを塗装し直します。まずはサンドブラストで古い塗装を落とします。塗装はきれいに落ちましたが、結構傷がついています。傷が目立ちにくい結晶塗装で仕上げていきます。まずは密着ロンをスプレーします。透明なプライマーで下地と塗料の密着性を高めてくれるものです。
続いて結晶塗装の黒を塗ります。3回ほど重ね塗りします。最後はツヤが出るくらいしっかりと厚塗りします。塗装してから間を置かずヒートガンで温めます。まんべんなく温めます。5分経った頃から模様が入り始めました。ムラなく均一に模様がうまく入りました。カバーを戻す前にエンジン側にこびりついている古いガスケットをオイルストーンできれいに落とします。ガスケットは新品に交換しカバーを取り付けます。無事、エンジンからの音は消えました。ガレージシンでは、今後もこのようなバイク動画を上げていきます。ぜひ、いいねとチャンネル登録、よろしくお願いします。